ルベンペニャ・ヒメネスは、スペインアビラ出身のプロサッカー選手。リーガエスパニオーラのビジャレアル CF に所属している。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィルダー。ルベンペニャとも表記される。テルセーラ・ディビシオンに属するレアルアビラ FC のユース、9チームに入り、2010年にトップチームに昇格する。2012年夏にレアル・バジャドリードに移籍するが、B チームでの出場が主となった。 同年11月1日のコパデリレーのホームレアル、ベティス戦で、フル出場し、1から0の勝利に貢献した。しかしチームは、ファーストレグを1から3と落としていたため、敗退した。2013年8月13日に、セグンダ・ディビシオン B の CD キジュエロに移籍した。翌年7月10日には、セグンダ・ディビシオンに所属する CD、レガネスに移籍、主力として活躍し、 2015から16シーズンのレガネスがプリメーラディビシオンに昇格する原動力となった。2016年6月16日にプリメーラディビシオンの SD エーバルと3年契約を結んだ。犬井上隆とポジションを争っていたが、犬井上が次第に優勢となっていった。2019年7月4日、ビジャレアル CF と5年契約を締結した。サイドバック。 フォワードなどでもプレイできるユーティリティプレイヤー。ありがとうございます。